影を作んないとね、どこ削ってるかわかんないんだね。次、こうなってるじゃない？この山が左右対称に動いてるかとかね。どうしてもこう仕上げのカンナをね、なるべく綺麗にカンナを整えて、書道じゃないけどさ、勢いがあってさ、綺麗な削り跡の方がいいなって思うんだよね。で、もカンナを変えて仕上げ用のやつはなるべく細かい目で綺麗にこの削り跡が出るようにしてるみたいな。結構細かくすると整ったしこのエッジが閉じたでしょ、このところね。ほんのちょっとのことなんで、やっぱり違うね。今の仕上げに近いから、こう綺麗にさーっとこう、細い3、4ミリの線で整ってるよね。そういうのに整えた。浅くこうなってんだけど、そういうのがこう動かした時にこう、綺麗にスーッとこう、今はこう、かく、急にここでカクッと消えて、ここでまたカクッと消えるんだけど、これがスーッとこう影が消えてくる。難しい仕事だけどさ、やっぱり難しい仕事やった方がさ、追従する人がいないからいいんだよね。似たようなことやるともっと上手い人が出てきちゃうじゃん。
あれ細すぎるわ、あれは。クリーン細かったね、あれは。しかも、ひどきだし。ジャム、ジャム。もう、スプーンは。使ってくれない。ジャムスプーンじゃないの？ジャムスプーンと何が違うんですか？なんか、よくなってなんか、こういう携帯。周りから固めるチャンス。おー、いいよ、いいよ。誰でも見てるってか。あ、手でもね。うるさいますよ。そういうのってやってみてですか、ピンってやって。死んじゃう。すぐに。じゃあ、奥さん、ちょっと、どうなんですか。つけて、死ぬ。いや、洗ってももう。で、それを今度で、はい、頼む。よいしょ。組むとこうやって、まあさすりというかね、これ最後また組んでから微妙にここを削るんだけどさ。機械で粗取りした、あ、まあ機械でした後手で。ざっくり削ってるところで、この合わせ目もまだちょっと溝つけないといけないんだけど、まあこんなようなイメージ。